スコット・キャメロン・ライン・ブリンクはアメリカ合衆国テキサス州オースティン出身の元プロ野球選手。右投げ右打ち。1997年7月3日にサンフランシスコ・ジャイアンツと契約しプロ入り。2000年4月15日にメジャーデビューを果たす。同年7月30日にダグ・ヘンリーとのトレードでヒューストン・アストロズへ移籍。2003年3月29日に ウェーバーでサンディエゴパドレスへ移籍。同年シーズンはチーム事情からメジャー昇格後初となる先発を経験。パドレス移籍後はすべて中継ぎとして登板し43登板で防御率2.82をマーク。この年はメジャー屈指のクローザーであるトレバー・ホフマンが右肩の故障でシーズンの大半を棒に振り代わりに ロッドベックがクローザーとなっていた。そんな中、ラインブリンクはベックへとつなぐ貴重な役割を見事に果たした。2004年は前年オフに中日ドラゴンズからポスティングシステムで獲得した大塚秋ノと共に故障から完全復帰したホフマンにつなぐ役割を担った。主にラインブリンクが7回、大塚が8回に登板し、ホフマンへ試合を託した。 大塚との相乗効果もあってか、自己ベストとなる73登板、防御率2.14をマーク。2005年1月14日に、パドレスと2年契約を結ぶ。2006年は、大塚の遺跡に伴い、主に8回に登板し、2年連続となる73試合に、登板。2007年7月25日に、ジョーサッチャー及びウィルインマン。 スティーブ・ガリソンとのトレードでミルウォーキー・ブルワーズへ移籍。オフにシカゴ・ホワイトソックスと4年1900万ドルで契約した。ありがとうございます。